会見で報道陣と揉めた日大広報部担当者写真を拡大、小木ママこと。教育評論家の小木直樹氏、71、が24日、自身のブログを更新。日大アメリカンフットボール部の悪質タックル問題で、23日に会見を開いた内田正人前監督、62、と井上翔務、コーチを、恥ずかしすぎる、と批判し、司会の大学広報担当者についても、最悪、と切り捨てた。小木ママは会見を見て、何これ、恥ずかしすぎる、って思いました、と切り出し、課外学生の単独記者会見の顔出し堂々とした潔い謝罪会見に比べるとなんて白々し。くも、隠し通そうとする恥ずかしい会見であったことでしょうか。見ていて一人の大人として一人の大学人として、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいになりました、と吐露。全国の子供たちに見せたくない嘘が通る政治家や大人たちのずる賢い姿そのものでした、とした。内田前監督には、理事の一時謹慎ではなく、すっきり理事も完全に辞めることが最後の日大への奉仕、すべてのアメフ。都部員、教育界全体への償いではないのでしょうか。国際社宣誓者の顔は二度と見たくありませんから、と指摘。井上コーチに関しては、会見中、ごまかしが顔全体にくっきり浮かんでいました。こちらが辛くなります、とし、す。国コーチを辞め二度といかなる立場でも子供青年、学生の前には姿を見せないでいただきたい、と綴った。また、会見で報道陣と応酬を繰り広げた日大の広報担当者にも言及。会場司会の広報担当者は最悪、広報への期待は完全に失いました案。広報の大学あるなんてびっくりです、と驚きを込めて綴っていた。